高橋グループは、北海道網走市に本社を置く、株式会社高橋を中心に、主にサービス事業を展開する日本の企業集団である。発祥の地は、美ホ町で、1954年に、初代社長、高橋貫一の母である、高橋春により設立された映画館がその前身。その後、1961年に、会社組織を設立。 東映系列映画館、ビホロ東映として再スタートし、北見、網走で映画館経営を行った。映画館閉館後は、網走に拠点を移し、カラオケ事業で、ミュージックハウス歌屋を道内に展開していき、1992年に、現社名に変更。以降、外食事業や、介護事業などを道内に展開している。2007年6月、 民事再生法の適用を受けた、アバシリビール株式会社について、アバシリ氏から再生スポンサーの要請を受けて子会社化し、チビールの製造、販売事業に着手。翌年、青い色の発泡酒、流氷ドラフトを発売する。また、ビール工場に併設されていたレストランを、焼肉レストランとして、焼肉アバシリビール館にリニューアルした。年月、 道の駅、流氷街道網走の建設に伴い、同施設の売店、レストランに出店し道の駅観光事業に着手。2010年12月、今までの店舗デザイン経験を活かし、店舗のデザイン、設計、思考や住宅のリフォームなどを事業とする、高橋アートプランニング株式会社を設立する。2012年4月より、 名古屋鉄道が保有していた同等観光開発及び、網走バ,バス、網走ハイヤーの株式を譲り受け、観光、運輸業にも進出することとなった。遠隔からおけうたや札幌北三条店焼肉、網走ビール缶かつては、千と市小樽市、札幌市北区にも店舗を構えていた。ありがとうございます。